料理研究家リュウジ監修至高の醤油ラーメンです。ん、リュウジさん、すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はね、自宅からの撮影でちょっと虚無おじさん風にスタートしてみたんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夏ね、マジで暑くてちょっと夏バテ気味ってとこもあるんですけれども、またまたね、とある YouTuber の方がカップ麺を出されました。この私すするを差し置いて、僕もね、今年の4月ぐらいにちょっとカップラーメン発売させていただきまして、まあ、ありがたいことにね、結構たくさんの反響もいただきまして、結構美味しくできたなっていう自負もあったんですけど、今回とある YouTuber の方が発売したカップラーメン、こちらです。ドン、料理研究家リュウジ監修至高の醤油ラーメンです。まあ、リュウジさんね、過去にも何度か一緒にコラボさせていただいておりまして、プライベートとかではユッケさんのチャンネルとかでもちょいちょいお会いしたりして、めちゃくちゃいい人なんですよ、リュウジさんって。ほんと竹を割っての性格というか、もう聞いたら何でも教えてくれるし、まあ、ほんと YouTuber としてというか、まあ、人としてもすごい先輩のいい、めっちゃいい人みたいな感じなんですけど、まあ、そんな料理研究家が、まあ、バズレシピとかでも、まあ、リュウジさんのレシピで作ると大体何でも美味しく、マジで美味しくなるんですけど、そんなリュウジさんがね、私すするを差し置いて、カップ麺を。いや、もう正直ね、こうなってくると、ライバルですよ、ほんとに。なあ、リュウジさん、おい、やってくれたな、おい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 、おーい。まあ、っていうのは冗談でね、まあ、今回、リュウジさんがね、カップ麺なんと発売されたということで、近所にね、イトーヨーカドーありましたので、近所にイトーヨーカドーで買ってまいりました。これ買いに行っても多分1週間ぐらい前なんですけど、もう5日と経たないうちにもう売り切れてましたね。これめっちゃ積んであったのに、今すごい。さすがリュウジさんという感じで。まあ、リュウジさん今回ね、初めて発売するこのカップラーメンということで、しかもカップラーメンのジャンルで僕一番難しいのも、ほんと醤油ラーメンとか塩ラーメンとか、淡麗系ね、っていうところにあえて挑戦しつつ、しかもこの黒豚だし仕様ね。黒豚はね、鹿児島県産の豚でして、チャーシューにしても美味しいですし、このラーメンの出汁にしてもめっちゃ美味しい、この黒豚。カップラーメンでね、この黒豚だしを使うってさすがリュウジさんだなってこともありまして。しかもリュウジさんが YouTube で結構使っている三洋食品さんの札幌一番との共同開発ということで。いや、これかなりちょっと期待できるんじゃないかっていうところもありつつ、実際どうなんですかってリュウジさん。本当に美味しいんですかっていうところで、皆さんもちょっと気になってると思いますんで。作ってみたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。というわけで、ちょっとリュウジさんの自宅にお邪魔しました。ありがとうございます。はい、いきなり来られて、ちょっと困惑しております。困惑して。いや、すいません、マジで。困惑しております。あんまりちょっと特に何も伝えてきたんですけど、まあ、今回、リュウジさん、これカップラーメン出してらっしゃって、ね、で、動画でも紹介してまして、はい。はい、ちょっとあれ見て、パクりたいなと思って、ちょっと。パクりたい。あれ、トッピングも、あ、そう、トッピングも、動画でしたんで。そんなんも全部パクっても、ほんと。いいですか、そんな。全パクりして。器でかいな。まあ、好きにやっちゃって、そもそもうまいから、これ。あ、もうやっぱ、そもそもがうまい。そもそもがうまいから、多分大丈夫だと思う。マジっすか、うん、じゃあちょっと、リュウジさんのカップラーメン、許可いただいたんで、作って吸っていこうと思います、ね。いや、すいません、ありがとうございました。完璧に美味しいのが出来上がったんで、はい、ぜひ、ぜひする。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。早いな、おい。早いな、おい。まあ、まずはね、チャーシューから作っていきます。豚バラブロック肉にこうちょっとフォークでちょっとこう穴を開けていく感じで、そしたら先ほどの豚肉をね、フライパンで焼いて表面に焼き色をつけていきます。リュウジさんのチャンネルでは電子レンジで作ってたんですけど、僕はリュウジさんが持ってるの万能調理器みたいなやつ持ってるんで、ちょっとフライパンでいきます。フライパンでもチャーシュー作れちゃうんですよ、実は。豚バラを焼く。これ油とか敷いてないんですけど、まあ豚から結構油出るんで大丈夫だと思ってます。はい、重くてひっくり返せない。まあ、とりあえずこの段階で、ね、表面に焼き目がつけば OK。 なるべくね、焦がさないように、一応表面に焼き目をつけるんですけど、焦がさないように焼いていきます。めっちゃいい香り漂います。これカップラーメンよく見たらね、スープ中のポークエキスに黒豚 100% 使用って書いてある。黒豚 100% のカップ麺って今まであったのかな。これほんと黒豚好きのね、私にとってはもうほんとちょっと僕のために作ってくれたんじゃないかっていうぐらいのね、リュウジさん本当にありがたいっすね、マジで。まあ、しっかり美味しく食べるためにトッピングも頑張って作りました。はい、こちらに水を加えて茹でていきます。いや、ちょっと油にそのまま水にして油抜いてもよかった。やべ、マジでびっくりした。ちょっと危なかった、本当に。やべ、皆さん注意してください。いや、油に水入れたらやばいっての気づいてる。こんなにやばくなると思わなかったんで、ちょっと火止めました。火止めて入れます、とりあえず。あ、これなら全然大丈夫。穏やか穏やか。まあ、1リットル水ね。そしてここに料理酒大さじ3。そして生姜を小さじ1。そしてニンニクスライスを1かけら。で、長ネギの青い部分も入れます。こちらでしっかり火にかけていきましょう。いや、マジでみんな気をつけてください。本当に。油まんまでいったら死ぬかと思った、マジで。昔からね、テレビ番組とかでやってるレベルになりまして。すごい初歩的なミスを犯してしまいました。
これに蓋をして30分ほど煮ていきます。チャーシューを煮てる間に皆さんからいただいたコメントのも読ませていきます。すする、目が怖いんだ、だから動画見るのちょっと嫌なんだということで、いやたまに言われますね。それこそうちの父譲りなんですよ、多分目とか。うちの父で友達にウォーリーって呼ばれてさ、ウォーリーを探すのウォーリーにちょっと似てるから、昔の写真がね、メガネかけたちょっと丸い眼鏡昔かけてやってウォーリーって言われてるんですけど、ウォーリーの目本当にビー玉みたいだみたいな、そのなんか感情のない目をしてるっていうのを結構うちの父って言われてて、なんかそこのそのウォーリーの、ね、遺伝子をちょっと受け継いでしまった部分があるというか、いやなんかね、こう感情を表現するのが苦手っていうところがあるのかもしれないですね、僕は。なのでちょっと怖いと思われることもあるかもしれないですが、怖くないですからね。はい、で自分で怖くないっていうやつが一番怖いよな、本当に。僕は優しいですよっていう人が優しかったことってありますかって。僕は怖くないんですよっていう人もめっちゃ怖そうじゃん、マジで。いやー、まあ、僕はもう本当に怖くないですからね。最近すする見始めたんだけど、マジで毎日動画上がるんだな、最高やんということで、ね、そうなんですよ。すする TV 毎日更新。もう今、結構珍しい。最近ちょっと流行りではないよね、正直、毎日更新って。まあ、昔は YouTuber、やっぱ YouTuber では毎日動画更新っていうのが流行ってましたけど、まあ、ショート動画とロング動画を組み合わせて毎日アップしてるって人は結構いると思うんですけど、ロング動画をシンプルに毎日アップしてる人ってあんまりいないと思うんだよね。なんですけど、まあ、すする TV は一番最初にその毎日ラーメン健康生活って名誉ってやっちゃったもんですから、毎日アップしないといけないっていうね、宿命に駆られてるんで、皆さんぜひぜひチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。チャーシューもね、結構いい感じになってきたので、今度はね、ネギですね。ネギを切って味ネギ作ります。一応、リュウジさんのレシピに載ってて。結構多めなんですけど、これを半分に切りまして斜めに切っていきますね。切ったネギはね、水にさらしておきます。もう5分ぐらいですね。そうこうしてるうちね、チャーシューが結構ね、いい感じに煮えてきましたんで、これ串刺してね、中から血というか、あ、シュッ、やばいやばい、また事件が起きそう。なんか箸とか刺してね、この中から肉汁がね、出てくると大事、血とかが出なければ大丈夫なんでね、これでしっかり中まで火が通っていると。チャーシューの煮汁にいい感じだと、煮汁をね、とりあえず 100ml ぐらい取り分けておいて、このチャーシューはね、軽く水気取っておきます。はい、お、プルプルじゃん、うまそう。あちゃ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 、熱い、マジだけど注意。さっきと同じフライパンにですね、醤油を大さじ3と、でそして蜂蜜、これも大さじ3。でも3だとね、結構甘くなるイメージがあって、ちょっと2ぐらいいっとこう。はい、でそしてオイスターソース、これも大さじ1。はい、でこちらに先ほど取っておいたこの茹で汁ね、これ入れていきます。これがいわゆるね、もうチャーシューのタレになるから。でここにまた蓋をして、チャーシューダレが沸騰するまで待ちます。沸騰したこちらのタレにさっきのチャーシューを入れます。10分ぐらいね、この豚バラにタレの味をつけるような感じで、まあ、煮絡めていって、このタレのね、汁気がなくなるぐらいまでいきますね。この中でもじっくりとね、表面に味をつけるようなイメージで煮絡めていきます。10分ぐらいね、しっかりと煮絡めましたんで、こちらを移してちょっと冷ましてね、肉を休ませていきます。よし、うえ、おーすごい。じゃあお次はね、水にさらしたこのネギ、これを味ネギにしていきます。ちょっとごめんなさい、家に豆板醤がなかったんで辛ネギにはできないんですけども、ちょっとラーメンショップっぽい感じの味ネギにしようと思います。まずごま油ね、リュウさんがこれ先にね、絡めておくことで味の染みが良くなるらしいです。なんと豆板醤があればね、辛ネギ作れたんですけど。で、こちらに鶏ガラスープの素、こちらも混ぜていきます。そしてこちらが味の素ですね。リュウさんはね、ハイミーですね。ごめんなさい、味の素しか打ちなかったんで、これ3振りぐらい。あと、胡椒もね、ちょっとこう、3振りぐらいね。で、混ぜていくと。あ、いい感じっすね。ちょっとだけ醤油も出します。混ぜた後にちょっと時間を置くのがポイントです。そうすると味ネギ全体にね、こう味が染みていい感じになって、美味しそう。これで味ネギは完成です。やっと完成に近づいてる。もうめっちゃ近かったよ。ちょっとやるし、もうチャーシューがね、出来上がってるんで、これ切ってみましょう。お、あ、いい感じだな。結構中も柔らかくて、これはなかなかよくできたんじゃないでしょうか。ちょっとつまみ食いします。うん、おい、めっちゃ柔らかくて、あ、美味しい美味しい、うまいうまい、これはいいですね。
このチャーシューは、ね、おつまみとかでもいける感じのやつだな。めっちゃうまいんだよな、このチャーシュー。クラシルさんの、ね、レシピを参考してもらってますけど、このチャーシュー結構うまいんですよ。なんやかんやりましたけど、結局調理始めてから2時間くらい経ってるんですけど、ようやくここまでこぎつけました。やっとカップ麺が食べれるよ。カップ麺ってだって普通お湯入れてすぐ作るものじゃないですか。まあ、せっかくだからリュウさんがね、より美味しく食べる方ね、で動画の方紹介してくださってたんで、いろいろちょっとやりましたけど、やっぱちょっと普段あんま料理しないもんで、めっちゃ時間かかっちゃいました。はい。というわけで、じゃあ早速このカップ麺を開けていきましょう。先にお湯だね。お湯は先です。はい、で、蓋の上でこの液体スープと調味油を温めると。ちょっと、何つまみ食いしてんのよ。うまいわ。チャーシューいい感じ？いい感じ。よかった。これもお湯入れて3分ってのもいいですね。結構早いですね、3分はね。ちょっとろっと3分だと思うんで、蓋を開けましたと。おー！なんだこれ、背脂入ってるもしかして。しっかりとね、麺の全体をこうほぐすような感じで混ぜまして、そして液体スープ。さらに調味油と。まあ、ここら辺もね、しっかりこう中身を絞り出すような感じで入れると。表面に浮いた油の感じがいいな。うまそうなラーメンの油の浮き方をしてますね、これね。いや、ようやく完成しました。リュウさんのカップラーメン、早速いただきます。いやー、まずはスープ入れましょう。ん？リュウさん、うまいな。おう、なんだこのスパイス感。なんていうか、いや、シンプルな醤油ラーメンではあるんだけど、ちょっとフックのあるスパイス感がある。これ、なんのスパイスなんだこれ。ん？ちょっとカレー味っぽいというか、なんだ、ちょっと秘伝のスパイス感のある味だな。こういう感じの醤油ラーメン仕上げてくるとは、さすがっすね。なんかこのシンプルな醤油ラーメンでは終わらない、ちょっとワンフックあるっていう、これなんかめっちゃ料理研究家っぽい。でもベースのね、黒豚のスープももちろんですけど、そのスープとこのスパイスの感じにめっちゃ合ってます。麺いってみましょう。麺もちょっとね、表面がなんか普通のカップラーメンとちょっと違う、ちょっとなんですか、手打ち風な感じの麺になって、いただきます。そろそろ。うん、麺うまいっすね。麺すごく喉越しがいい。すする時のこの引っかかりのうまさ、うまいわ、このカップ麺。意外とあるようでなかった味な気がする、これ。すごいリュウさんのオリジナリティがめちゃくちゃ伝わってくるな、このカップ麺。いただきまーす。おばちゃんも待って。うまっ。なんか不思議な味しない。でも確かにちょっとさ、スパイス感というか、確かになんかスパイス感あるね。あるよな。でもうまくね。ある、わかるんかい、スパイス感。食べる？食べる。いいんだよ、うちの実家から送られてたカブトムシは。カブトムシ。リュウジさん、これね。これリュウジさん。リュウジさん。リュウジさんにありがとうって言って。ありがとう。ありがとう。スパイス感ある？うん、あるね。何、俺が作ったチャーシュー食べたいの？言ってみて。どう？おー、嬉しい、ありがとう、美味しい。美味しい。ありがとう。もちろん、ね、このまま最後まですすってもいいんですけど、何のためにトッピングするんだって話なんで、トッピングのチャーシューも、ね、入れちゃいますよ、これね。ちょっとガッツリと、はい、しっかり2枚、がっつり2枚。はい、このベースのスープとも、ちょっと僕のチャーシューね、若干甘みのあるチャーシューになってるんですけど、これ合うかも。すごい、いただきます。チャーシューうまっ、マジで。そして麺を、めっちゃ相性いいです。これは合う。じゃあお次はこちらの味ネギも入れていきたいと思います。味ネギバサッと入れて、しっかりと、ね、麺に絡ませていきます。いただきます。何やってもいいな、このラーメン。見て、なんか入ってる。虫？虫は入ってないですよ、このラーメンには。豚味噌じゃないからね。はい、これネギとの相性めちゃくちゃいいわ。これは確かにね、そのまま食べるよりも、いろいろと味変した方が楽しめるラーメンになってると思う。チャーシューはね、結構仕込むの時間かかるんですけど、ネギは割と短時間でできちゃうんで、ネギはぜひ入れてほしいというか、まあ、この味ネギはそもそもうまいんだけど、味ネギとラーメンの相性がめちゃくちゃいいです。ラーキーうめぇ。うまい。カブトムシ。カブトムシかっこいい？ここ触ったことある。あるよ。もうここ持っちゃいけないの。ここ持つんだよ、普通。こうやって。いや、さすがのリュウジさんですね。このちょっとフックもつけつつ、やっぱ全体のバランス感はさすがの一言というか、カップラーメンでね、最も難しいんじゃないかと思われてる、あの淡麗系醤油塩とか、ここら辺でしっかり至高の一杯を提供してくるっていうのは、さすがリュウジさんだと思いますね。
もうちょっとなんていうんですかね、重箱の隅つつきたかったんですけど、いやーないな別に。一つあるとするならこのネギとのチャーシューを作るのめっちゃ時間かかったんですよ。食べるまでにすげえ時間かかっちゃったっていうところだけど、めちゃくちゃ小さいんですけど、こんな感じキクラゲも入ってます。こういうカップラーメンされてると僕も刺激を受けちゃいますね。今まで、ね、ずっと日清さんとラーメン店さんと僕のねコラボでカップ麺作ってましたけど、やれるんだったらね自分のやっぱオリジナルのカップ麺っていうのを世の中に出したいなっていう、そんな野望が今芽生えました。いや美味しかったです本当に。ごそれはい、ごちそうさまでした。というわけでですね、料理研究家リュウジ監修至高の醤油ラーメン黒豚だし C をいただきました。いや美味しかったですね本当。ちょっと褒めすぎてる感も否めないんですけど、さすがリュウジさんといったところで、シンプルな醤油ラーメンにしっかり黒豚のだしを使用して、結構ね骨太な醤油ラーメンに仕上げつつ、さらにそこにちょっとスパイスを加えて、ただの醤油ラーメンでは終わらないところ、いやここら辺さすがリュウジさんだなっていう。いやカップラーメンとしては全体の完成度も高かったし、まあスパイスとかが苦手な方じゃなければこのカップラーメンをまずいっていう人はいないんじゃないかなと思います。まああとはね自分なりにこうトッピングとかね追加でアレンジとか、まあもちろんまあそれこそラー油とか、なんかそういう本当軽い卓上調味料とかでも美味しく食べれると思うんで、まあ今回ね非常にオーソドックスなリュウジさんが紹介してたアレンジで食べましたけど、まあ自分なりのアレンジとかも見つけながら食べるとより楽しめるんじゃないかと思います。いやちょっと刺激を受けましたねさすがに。ガキンさんに続いてリュウジさんもでしょ、2人ともラーメンジャンルではない方々ですから、ちょっと私するもね自分自身のカップ麺を作りたいのってすごいなんか刺激を受けましたね。とヒカキンさんの時以上に刺激を受けたのはやっぱあのリュウジさんのより近い距離感だった、というわけでリュウジさん本当にごちそうさまでした。僕が先日買いに行った時はまだねあの普通棚に置いてあったんですけど、しばらくしたらもう棚からもうなくなっちゃってたんで結構早めに売り切れちゃったと思うんですけど、まあ、気になった方はぜひ探してみてくださいと。で本日の動画最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いしますということで、ごちそうさまでした。ちょっとカレー味っぽいというか